この1週間で特に目を引いた試合はやはり先週土曲日の巨人戦でした。左投げのルーキー、はい、又木哲平投手のような初対戦のピッチャーに対して第1打席ファーストストライクの直球を源田さんセンター前ヒット放ってますよね。はい、何球か打ち損じてファールにしてからヒットになる時と比べてこうして一振りで仕留めるパターンのメリットはやはりありますか。まあ、やっぱり初回にそういうヒットが出ると、はい、まあ、ベンチで見てる選手はこう勇気が出るというか、はい、なんかそういうのはあるんじゃないかなと思います。一番バッターのやはりこれは大きな仕事ですね。そういう意味ではそうですね、まあ、本当に粘る時と、まあ、ちょっと思い切っていく時と、はい、はい、そんな感じですね。なるほど。9回裏抑えのバルドナード投手との対決は11球勝負となって見事なレフト前ヒットでした。あの時見送り空振り2球で追い込まれてから粘り続けました。どういったことを源田さん思いながらファールを打ち続けボール球を選び続けたんですか。まあ、とにかくこうポイント近く、はい、なんとか塁に出ようっていうところで、はい、言ってました。あそこで当然ながら、まあ、いい結果も出してるわけですけれども気持ちがどこかでなえるようなこともなかったからこういうプレーになったってことですか。そうですね、一切なかったですね。一切なかった。これが逆転サヨナラ勝ちにつながりましたもんね。はい、良かったですね、あれは。あ、10球目でついにフルカウントへ持ち込んでから最後はどのような待ち方をしたんですか。まあ、変わらずですね。そうですか、はい、ポイントを近くしてるから逆方向へのヒットになるということなんですかね。この場合やっぱりすごくパワーピッチャーでしたし、はい、まあ、全部の球種頭に入れながらっていうところで、うん、逆方向にまあ、ファールでもいいやっていうぐらいで、はい、待ってました。そうですか、本当に素晴らしいヒットでした。源田さんはここ2週間で三遊間コンビを10試合組んでいる滝沢夏生選手のことを先週の金曜日でしたかね、サードらしからぬ動きをするとおっしゃっていました。はい、その意味を改めて教えていただけますか。はい、今までこう何人もサード三遊間組んできましたけど反応が一番早いので、はあ、なるほど、こうあっと思った時に取ってるというか、ほう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 、はい、反応がとにかく早いなと思います。そうですか。先週の金曜日の試合中解説は西俊久さんだったんですけどこの源田さんの話をしたら、はい、あの方は自分よりも前を守っていてこの打球にはこう動くだろうというサードではない、だからセカンドから見たら動きのいいファーストというのと一緒の意味なんじゃないかということだったんですけどいかがですか。あ、多分そんな感じだと思いますね。そうですか。はい、オフの自主トレも含めて彼の成長を間近でご覧になっている選手が他ならぬ源田キャプテンではないかと思うんですが滝沢選手が去年から変わった点はありますか。そうですね、まあ、結構去年まで自分のことで精一杯って感じだったのがちょっとこう試合中も周り見ながら、はい、プレーしてる感じは見ててすごく感じますね。なるほど。周りを見ながらプレーするって具体的には例えばどんなことがあるんでしょうか。まあ、ポジショニングであったり、うん、周りの人がどこ守ってるかとか次どういうプレーが起こるかとか、うん、なんかそういうところまでこう気にしながら守ってるなっていうのは、はい、一緒にやってて感じます。だんだん頼れる存在になってきたんですね。じゃあそういう意味では。そうですね、はい、うん、さて今日から阪神とのビジター3連戦です。これ確認なんですけれども一昨年は右足の怪我、4年前はコロナ禍で交流戦自体がなかったので源田さんにとって甲子園球場でのプレーは2019年以来5年ぶりということで間違いないですか。そうです、久しぶりですね。そうですよね、はい、甲子園にはどのようなイメージを抱いてますか。どうですかね、なんかいつもお客さん多いなっていう印象ですね。そうですよね。はい、プロに入る前に甲子園球場例えば観戦に行ったことはありますか。あります、あります。おお、そうですか。その時にはどっちのチームを応援してたんですか。いや、僕その時プロ野球じゃなくて高校野球を見に来てたので、うん、あ、なるほどなるほど、はい、そうですか、なるほど。じゃあプロ野球を甲子園で見たことっていうのはなかったですか。
なかったです。いきなりプレーから入ったんですね、甲子園球場に。はい。そうですか。その例えば阪神タイガースの応援、あれだけすごいですけれども、守っていて聞くと、はい、例えばどんな気持ちになるんですか。こうなんかプレッシャーだなって感じることがあるのか、それともその逆もあったりするのか。そうですね、あんまり、まあ、聞いてはいますけど、聞こえてはきますけど、はい、あんまり気にしてないっていうところです、ね、そうですか。いや、相手の選手としてはそれがベストですよね、はい、おそらくね。はい、はい。じゃあ今日からのタイガース戦に向けて一言ライオンズナイターのリスナーの方へメッセージをお願いできますか。はい、まあ、本当に不甲斐ない試合続いているので、まずカード頭しっかり取って、勝ち越せるように頑張ります。